北ケ一揆は日本の戦国時代の京都における天文年間に起きた宗教一期である。天文法乱、天文ッケの乱、天文法乱などと呼ばれる一連の出来事についてもここで解説する。日本の戦国時代に起きた京都における宗派間の紛争である。日蓮宗の立場からは天文法乱、他の宗派からは天文ッケの乱などと呼ばれる。 天文年間、京都では六条本国寺などの日蓮宗寺院を中心に日蓮宗の信仰が多くの町衆に浸透し強い勢力を誇るようになっていた。天文元年、浄土新宗本願寺教団の門徒の入教の噂が広がり、日蓮宗との町衆は細川春元、茨城長田からの軍勢と手を結んで本願寺教団の寺院を焼き討ちした。 当時の京都市街から東山を隔てた山品盆地に土塁に囲まれたガランと寺内町を構えていた山品本願寺はこの焼き討ちで全焼した。この後、北家州は京都市中の経営などにおける自治権を得て自治船の納入を拒否するなど約5年間にわたり京都で勢力を拡大した。こうした北家州の勢力拡大を他の州派の立場からは ホッケ一揆と呼ぶ。天文5年2月、ホッケ州は、比叡山延暦寺に対して、宗教問答をすることを呼びかけた。延暦寺もこれに応じ、3月3日に延暦寺斎藤の僧侶、花王坊とカズもモバラミヨコウジの神と、松本久義とが問答したところ、松本久義が花王坊を論破した。延暦寺の僧侶が、 日蓮宗の一般宗徒に論破されたことが噂で、広まると面目を潰されたと感じた、延暦寺は、日蓮宗が、北ッ州を名乗るのを止めるよう、室町幕府に裁定を求めた。だが、幕府は、天武元年に下された、五代醐天皇の著居を証拠にした日蓮宗の勝訴と、死、延暦寺は、この裁判でも敗れた。これにより、延暦寺は、 京都北家州の撃滅を決議した。同年7月、延暦寺の総兵集団が北家州の撃滅へと乗り出した。延暦寺前山の大衆が集合し、京都落中落外の日蓮州、寺院21本山に対して、延暦寺の末寺になり、上楼金を払うように迫った。日蓮州側は、延暦寺のこうした要求を拒否。要求を拒否された略寺は、 朝廷や幕府に、北旗州討伐の許可を求め、越前の大名、朝倉隆景をはじめ、敵対関係にあった、多州派の本願寺、幸福寺、恩城寺、当寺などにまで協力を求めた。いずれも、延暦寺への援軍は断ったが、中立を約束した。延暦寺は、大江の大名、六角定よりの援軍を得ると、7月23日に、延暦寺、 六角勢が総勢六万人を動員して、京都市中に押し寄せ、北家ケ州二万と交戦した。他方、北家ケ州は5月下旬から京都市中に要害の溝を掘って、延暦寺の攻撃に備えていため、戦闘は一時北家ケ州が有利であったが、次第に劣勢になっていった。そして、27日までに延暦寺六角勢は北家ケ州に勝利し、 日蓮二21本山をことごとく焼き払い、北家州の3000人とも1万人ともいわれる人々を殺害した。28日には最後まで交戦していた本国寺が陥落している。さらに延暦寺、六角税が放った日は大火を招き、京都は下行の全域及び状況の3分の1ほどを消失。陛下による被害規模は応仁の乱を上回るものであった。 こうして、流星を誇った、京都の北家州は壊滅し、北家州とは落外に追放された。以後6年間、京都においては、日蓮州は近況となった。天文11年に、六角貞頼りの圧戦で朝廷から京都機関を許す、直居が再び下り、天文16年には、貞頼りの仲介で、延暦寺と日蓮州との間に和議が成立した。その後、 日宗二21本山のうちの15カ寺が再建された。ありがとうございます。